かつて魔法少女と悪は敵対していた最終回、めちゃくちゃ素晴らしかったです。もう最後の最後を見た瞬間、涙が止まりませんでした。制作陣のリスペクトがエグすぎるということで、もう簡潔に感想を語っていきたいなと思うんですけれども、まず最終回、普通に面白かったんですよ。マジで普通に面白くて、まあその白夜目線と、まあ、ミラ目線っていうね、同じシーンなんやけども、まあ、考えてることってこうでしたみたいな手法でですね、描かれていたわけでございますけども、その白夜ちゃん視点からね、最初始まったかと思いますが、基本的にですね、白夜ちゃんとミラがこう会いたりすると、もうミラが気づくんですよね。参謀さんはいつも気づいてくれるみたいな、あれただ今日は全然気づいてないぞと、これワンチャンびっくりさせられるんちゃうかっていうところで、こう誰だをしようとするんですね。こう目隠しして誰だやろうとするんですけども、ベケちゃん身長低いんで、目届かないというところで、誰だが失敗するみたいな、シーンがあったわけでございます。でこの時にミラが何を考えていたかっていうと、もう気づいてるわけですよ、ベケちゃんがいることをね。いつもすぐ気づくけれども、今日はちょっと気づかんふりしとこうと。で、こう、誰だしようとね、近づいてきてること分かってるんですけども、これ届かないと。ね、ビャケちゃんが届かないってなってる、めっちゃ可愛いみたいなことを、まあ、ミラは考えていましたよ、みたいな。そういった感じでね、もう尊い二人が描かれていくわけでございます。で、その後ですね、ビャケちゃんが魔法使えるみたいな展開になっていきましてですね、まあ、魔法少女なんでね、一応、ビャケちゃんも魔法使ってみてくださいと。ほんで、何の魔法を使うかっていうと、なんか不幸を幸せに変えられる魔法をね、使いますみたいな展開になっていくわけですよ。で、それ使うためには、ビャキアちゃんに不幸を与えないといけないんですね。ただそんなことミラができるわけないっていう、ところで、なんか、つねってみてくださいと。ほっぺつねってみてくださいって言っても、全然もうつねるの弱いだとかね。なんか頭叩いてみてって言ってもやらないだとか、なかなか魔法が発動できなかったんですけども、この不幸を幸せにする魔法なんですけども、もうすでに二人ともかかってるんですよね。ビャケちゃんも日々の生活ってめっちゃ大変なわけですよね。三つ替えさんにね、なんか荒っぽく扱われますし、もう自分の生活のためにバイト掛け持ちしてみたいなね、そんな生活をして大変やと思うんですけども、ミラと会う時は幸せなんですよね。日々の生活は不幸かもわかんないですし、まあビャケちゃんの生い立ちなんかもね、結構きつめなんですけども、でもミラさんといる時は幸せ。ほんでミラもミラで、まあ悪の参謀ですから大変なこといっぱいあると思うんですけども、白夜ちゃんと会うときは幸せなんですよ。日々の活動はもう厳しくて不幸なこと多いかもわかんないけれども、白夜ちゃんと一緒にいるあの瞬間だけは幸せっていうことで、もう二人はもう幸せになる、日々の辛い生活が幸せになる魔法にもかかってますよっていうところも、まあ非常に素晴らしいですよね。で、最後のシーンなんですけれども、その白夜ちゃんがね、そのミラにこう空から追いかぶさるみたいな、お待たせしましたみたいなシーンで終わったかと思うんですけども、これやっぱ冒頭とつながるっていうところで、もう身長がね足りなくて、誰だができなかった白夜ちゃんがこう上から来ることによって目線を合わせることができるという締めにつなげているっていうところで、いや本当に最終回良かったんですよ。このかつて魔法少女と悪は敵対していた、まあ基本的にはミラとビャケちゃんがイチャイチャするっていう、そこにキュンキュンしていく、ニヤニヤしていく作品であるんですけども、細かいところはしっかり作り込まれているというところで、本当に楽しく視聴できたんですよ。で最後よ、この最終回の最後、いや本当素晴らしいなと思って、このかつて魔法少女と悪は敵対していた未完作品なんですよね。原作あるんですけども、原作者さんが連載中に、まあ、亡くなってしまったものですから、ちゃんと締めることができずに終わった作品なわけでございます。で、それをアニメ化するわけでございますから、原作は終われなかったんだけども、じゃあアニメではどういう締めを見せてくれるのかって、これはもう視聴している全員が期待している、注目しているポイントだと思います。アニメ勢、私みたいな。アニメ勢も、あ、この二人の、結末どうなんねやろみたいな。で、途中で、タイトル回収の前段階、前準備みたいなのあったんですよ。今は、
敵対してるけれどもみたいな、なんかそんな感じのお話があったんで、あ、この段階では敵対してるけれども、じゃあ最終回時点ではもう敵対しなくなるんじゃないかなみたいな、そういう展開あんのかなみたいな、ワクワクしてるポイントありましたし、原作勢の皆様も、まあ、原作では終われなかったわけですから、アニメは綺麗に終わってほしいなっていう、どういう結末を見せてくれるんだろうなっていうワクワク感あったかと思うんですよ。ほんで最後ですよ、ビャキャちゃんがミラにこうお待たせしました言って、こう空から降ってくるっていうので、こう終わっていって、ね、アニメでよくありますけれども、こう右下にこうエンドって出るわけですよ。あ、終わったなと思って、あ、よかった、尊いなと思いながら見ていたんですけども、このエンドの後にレスがついたんですよ。もうこれ見た瞬間ほんま涙がね止まらなくなりまして、要はエンドレスになったんですよね。終わらなかったんですよ。無限に続きますよっていう終わり方をしたんですよ。これがどれだけ原作者さんへのリスペクトに溢れてるかっていう話なんですよね。で、原作者さんってもう亡くなられてしまったんですけども、絶対この作品終わらせたかったと思うんですよ。で、別にこの作品だけじゃなく、ね、世の中の原作者さんのね、皆様が今で執筆している、制作している作品を終わらせたいと、自分の思うように終わらせたいと思いながら作品に向き合ってると思うんですよね。まあでもなかなか全ての作品が自分の思い通りに終わるわけじゃなくて、まあ、打ち切りになる可能性だってあるし、本作品のように執筆中に亡くなられる可能性もあって、未完の作品ってたくさんあると思います。で、そんな中でもアニメ化しましたよと。で、アニメ化は最後までやりましょうっていう作品も中にはあると思うんですね。で、そういう時はまあ原作者さんが入ってるとか、まあそういうやり方あると思うんですけども、今回も原作者さんの意見聞けないわけですよ。で、そうなった時に、じゃあ、アニメとして、ね、勝手な解釈なわけですよ。原作者さんの意見聞けないわけですから、アニメの制作サイドの勝手な解釈で、この作品を終わらせていいのかっていう、そういう葛藤って絶対あったんじゃないかなって、まあ最後のエンドレスを見て思ったんですね。で、たどり着いた答えが、無限に続きますよなんだと思うんですよね。これ本当によくて、原作者さんの中では、もう今天国で、かつて魔法少女ダックは敵対していた、終わらせられなかったと、締めることができなかったって、悔やんでるかもわからないんですけれども、そんな原作者さんに向けて終わらせられなかったんじゃないんだよっていう、終わらないんだよっていう、そういう答え、そういうメッセージを制作側がこう示してくれたんじゃないかなってすごく思っていて、この白夜ちゃんとミラちゃんのまあ物語ですよね、この魔法少女とまあ悪との対峙、まあいつかは敵対しなくなるんだろうけれども、この二人の物語ってまだまだ続いていくんだっていう、終わってないんだっていう、ずっとずっと続いていくんだっていう。で、この物語は作品に触れた皆様にも委ねられてるっていう。私の中でも、かつて魔法少女ダークが敵対していたの、続きあるし、ね、人それぞれに続きがあってよくて。で、だからこそずっと続いていくんだっていう。終わらなかったんじゃないんだっていう。終わらないんだっていう。無限に続いていくんだっていう制作側の原作さん、そして作品に対してのリスペクトがもうあのエンドレスにもう詰め込まれていたなというところで、もう本当に素晴らしい終わり方でした。最高でした。もう涙が止まりませんでした。夜中のね、もう12時にもうどんだけ泣くねんみたいなぐらい。泣かせていただいたというところで、本作品15分アニメでございましたけれども、もうほんまに最高傑作、15分アニメ史上、本当に素晴らしい、作品を見せていただけたらというところで、大満足でございましたということで、以上で感想を終えたいなと思います。ぜひ皆様の感想をコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思いますので、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーな君の届け。